ガス兵器というものだ。ガスは俺の脊髄液を含んでいる。そいつをわずかでも吸ったユミルの民は一応を通じて巨人の力が座標に送り込まれる。巨人は俺の命令通りに動くってわけだ。ラガコ村だ。殺しにした村の名前だろう。俺だって避けたかったさ。なぜ何度も聞き返す。ハンも覚えちゃいねえってことがよくわかる。党の人命に興味がねえのは確かだ。お前モテねえだろう。わかるさ、モテたことくらい。ああそうかい。実験を開始するのはいつだ。本部の命令を待っている。時間があると思っているなら。それだけは同じ意見だ、リヴァイ兵長。何、それは本当なのか。